ラちゃんは見た？数年前、私はある会社の役職についていました。いつも通り業務をこなしていたある日、つじくん、申し訳ないが業務内容の変更に伴って人員削減をすることになったんだ。パートの中から2人、君がリストラ候補を選んでくれ。え？そんなわけで、上司命令により自分が選んだパート2人をクビにしなければならなくなったのです。誰をクビにするのか考えなきゃいけないなんて、はあ、やだな。胃が痛い。でもいやいや言ってられないし、誰か選ぶしかない。まずカリンさんは、若いけどシングルマザーで大変だろうから彼女は残してあげたいな。ユリさんも子供2人の大学費を貯めるために頑張ってるって言ってたし、アザミさんもローン返済で生活が苦しいって聞いたな。パートは他にも10人ほどいて、数日悩みで悩んだ末、やっと1人候補を決めました。やっぱりゆずりはさんかな。彼女は20代の既婚女性で子供はまだおらず、体が弱いみたいで当日欠勤も多く、出社できても休憩室で休むこともしばしば。彼女ならまだ若いし、生活面も旦那さんのサポートでなんとかなるかも。でもあと1人、どうしよう。つつじくん、まだちょっと急ぎ目でよろしくね。上司にせかされ、もう1人が決まる頃には頭に500円玉ハゲができていました。つつじ、どうしたんだこの頭。頭がハゲちゃった。そしてもう1人は30代既婚、子供なしのあかねさん。能力は申し分ないけど、事務系の資格を複数持っていたので再就職しやすいだろうと思っての決断でした。ゆずりはさん、あかねさん、本当にごめんなさい。せめて再就職がうまくいきますように。そしてついにクビ宣告の日がやってきたのです。私はまずゆずりはさんを呼び出しました。本当に申し訳ありません。すると、いいんです、私も休んでばかりで申し訳なかったので、これを機に体調を戻すことに専念します。ゆずりはさんはすんなり了承してくれました。でもあかねさんは、そういうわけで、あなたには会社を辞めてもらうことになりました。本当に申し訳ありません。え、それつつじさんが決めたんですか？はい。そうですか。突き刺すような視線を送った後、それ以上何も言わずに部屋を出て行きました。覚悟していたこととはいえ、あの視線は本当にきついものがありました。二人は翌日から出社してこなくなり、数日後、お疲れ様です。お酒に失礼します。私もお酒に失礼します。おお、お疲れ。すっかり暗くなっちゃった。信号待ちをしていた時でした。今日パパが早番でよかった。え、危ない。キャー。私は突然誰かに突き飛ばされたのです。大丈夫ですか？大丈夫です。幸いドライバーさんがすぐブレーキを踏んでくれたために、私は引かれずに済みました。何やってんだあんた。おい、誰か警察呼べ。そして私を押した犯人はゆずりはさん。え、マジ殺人未遂。おい、警察まだかよ。この時警察に任せるべきだったのでしょうが、すみません、その人知り合いなんです。もう大丈夫ですから話してあげてください。自分がクビにしたという負い目からか、それとも相手の正体に驚いたからかは分かりませんが、それはできませんでした。取り押さえてくれた方々にお礼を言い、私は彼女を連れて喫茶店へ。ねえ、あんなことしたのは何か理由があるんでしょ？私でよかったら話してみてね。すると彼女はポツポツと話し始めました。遠方から嫁いできて知り合いも頼れる人もおらず、体調が悪くても夫は心配どころか家事を完璧にしろと要求してくると。だから体は辛くても会社に行ってる間は心が楽だったんです。ねえ、それって旦那さんがいない方が楽ってことじゃないの？やっぱりそれが要ね。ゆずりはさん、20代なんて本当なら一番楽しくて幸せな時期じゃない。いくらでもやり直せる年代なんだから、思いやりのない男に振り回されることないよ。一度実家に戻って今後のことをじっくり考えた方がいいんじゃないかな。すると、考えてみます。つつじさん、今日はすみませんでした。
いいのいいの、なんともなかったし。こうして私はゆずりはさんを見送り、自分も帰路へ着いた。ただいま。おかえり、遅かったね。ママ、やっと帰ってきた。うん、ごめん。おい、ツツジ。ママ。しっかりしろ。緊張の糸が切れたのか、私は家に着いた途端、高熱を出して倒れてしまいました。本音を言うと、私は彼女を心配したのではなく、ただ怖いから遠くに行ってほしかっただけ。あれ以来会社へ行くのが辛くなってしまい、私は自主退社をしました。今は家族のサポートのおかげで落ち着きを取り戻し、平穏に暮らしています。彼女のその後は分かりませんが、あれ以降一度も接触してこなかったので、あの時話し合いをして本当に良かったと思っています。どうか幸せになって恨みを忘れてくれていますように。ご視聴いただきありがとうございました。リストラ宣言をする側もされる側も苦しいものですよね。やむを得ない事情もありますし、きっと理解はしていても誰かを恨まずにはいられませんよね。それにしても事故が大ごとにならなくて本当に良かったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。